世界中でやってるわけね。そしたら海外で僕たちより前に誰もやったことがないことを結構やってるんですよね。北海道米、それはかつて国内で最低評価を受けるほどの品種であった。しかし現在は日本が誇る美味しいお米にまで成長、近年は海外進出も盛んに行われている。そんな北海道米を美味しく食べられるお店が札幌市東区にあるおむすび専門店おむすび Q さん。お米屋さんが経営しているというおむすび Q さんは、注文を受けてから作られる出来たてのおむすびをはじめ、原料や製法にこだわったお惣菜も売っています。ありがとうございます。お一人ですか？今ね、食べたね、トウキビの方が美味しかった。お味噌汁も美味しいし、いや、もちろんおにぎりはどれも美味しいから。店長の川原悟さんは、もちろん僕たちはお米屋さんとして美味しく炊き上げる技術を持ってて、で、美味しいおむすびにすることによって、より多くの人を喜ばせられるんじゃないかと思ったのね。実は川原さんには、おむすび Q さんの店長以外にもう一つの顔があります。それは、ライスボールプレイヤー。僕先週台湾から帰ってきたばっかりなんだけど、台湾美食展って食の祭典があったわけ。そのイベントが終わった後に台北市内のお茶屋さんにそのお客さんを集めて、その場でご飯炊いておむすびの作り方を教えたり、海外の人にこそ本当に上手に炊いてもらって、日本のお米をより美味しく食べてもらいたいと思ってるね。バイタリティあふれるというか、なんかいつも元気な感じ。店長はですね、すごく気さくな感じで優しいです、基本的に。で、やっぱりあとすごい人ですね、ライスボールプレイヤーなので。世界にたった一人の存在として、川原さんは現在あることをするために海外を飛び回っています。自分たちが自信を持って美味しいと言える北海道米を売りに行くのかっていうことを考えた時に、俺はやっぱり世界に出たいんだよね。北海道米が世界の中でどう発展していってほしいか、これはまさにね、僕にかかっていると思いますね。国内と海外の2つの方向で活躍する川原さんは、北海道米が抱える問題に気がつきました。どんどんこう食卓からご飯が消えてくんですよね。僕が働いているこの20年の中で、日本人の食卓って大きく変化したんですよね。お米から離れるってことは、本当にこのずっと続いた国が途絶えてしまうっていうことでもあると思ってるのね。食に関わる機会が多い本校家庭科教諭の松本奈美先生は、パンだったらまあすぐね買うこともできるし、あとパスタとかだったらパッと茹でてその場で好きな量をコントロールしていろんな味で作ることができるよね。でみんなはきっとそれがもう当たり前の時代でしょう。で別に手軽に食べられるし美味しいし、別にご飯にこだわるこう必要はないんじゃないかなって、思うことももちろんあると思うんだけれども、その背景できっと失われてしまう食材っていうのもあるのかなって。北海道って東北6県よりも面積が大きいから、だから本当にいろんな場所でいろんな美味しいものが取れるんだよね。やっぱり食べても美味しいしね、それが魅力なんじゃないかな。北海道米、それは海外と日本とを結ぶきっかけであるとともに、自然豊かな土地が生んだ人々に愛されるお米である。何千何万っていう先祖がいての今でしょ、俺たちって。じゃあその何千何万の先祖って何食ってたかって言ったら、米を食ってたわけよ。だから日本人にとってお米がやっぱり命なんじゃないかなとは思うけどね。日本の繁栄とともにあったお米を未来につないでいくために、私たちにできること、それは、お米っていうのはやっぱりこれからもどんどん食べていってほしいなっていうふうに思います。北海道米と人々を結ぶ川原さんの挑戦は続いていきます。だから川原さんにとってお米とは何かと聞かれたら、大好物のものです。制作は北海道札幌北高等学校放送局でした。